エントリーナンバー8、東京都世田谷区日本体育大学の登場です。体育大学らしいといいますか、パワフルな演技に定評がありますね。そうですね。そして男女混成のチームですね。バスケットトスの高さ、そして回転なども増えて見応えがある演技になっています。まず X アウトをしまして、その後2回ひねるという X ダブルという技が入りましたね。スタンディングからのバックチュートシリーズ、もうどこを見ればいいんだろうっていうぐらい次々そうですね、技数が多いです。そうですね、リワインドの中にひねりを入れた、とても難しい技だったんですけども、ちょっと後ろに流れてしまいましたね。勢いがありすぎてっていうところもあって、そうですね、上に上がるべきところちょっと後ろに行ってしまいましたね、はい、その後のパートナースタンスはよく決まっていました。揃いましたね。さらに4人乗せの両サイドがツイストで上がってきました。この男女混成、男性が入りますと、はい、もうもちろん技のこうパワフルさが変わってきますよね。そうですね。得点などの配点も変わってきますか。はい、そうです。男性が入りますと高さが増しますので、その分ですね、女性だけのチームよりも難易度、そしてスピード感などがその分少し厳しく評価されます。この候補宙返りをしながらリワインドで 2-2-1 に上がったところ決まっていました。こちらの2分の1ひねってトータッチ、すごく綺麗に決まってますね。これは新しい技ですね。回転の途中で足を開く形を入れてきました。起き上がってきてすぐにダブルに入りましたね。ヒールストレッチのスイッチにキレがある選手がいました。この大学部門はダンスもそれぞれ個性的なんですよね。そうですね、こちらのチームもパワーを感じますね。走り込みました。前方のリワインドです。フラットバックになってそのまま 2-2-1 に展開しました。ダブルアップの 2-2-1、うん、おっと思いますけどちゃんと戻ってですね。そうですね、1層目2層目が安定しているので、はい、もう3層目もしっかりと膝をグッと伸ばしてくれましたね。こちらのツイストとリワインドの組み合わせですね。パートナースタンツが4台、ディスマウントに前方宙返りに1回ひねりが入りました。折り技にも工夫が見られますね。日本体育大学の得点発表です。日本体育大学決勝の得点は 214.5 点でした。